はい、皆さん、本日はようこそお集まりいただきました、ウタスジャンボリーカスカフェ、昨年に引き続き2回目ということで、いよいよ始めたいと思います。
普段会えない地域の人とかもこうみんな一緒に集まって、で同じ楽器でこう共通点があるんで、すごく話しやすいってのはありますね。いろいろ情報交換もできたりするので、はい、そこが、いいところだなと思ってます。今日私は仙台から参りました、はい、いや本当に楽しいですよね。私みたいに演奏したくて、でもなかなかチャンスが取れない人間がたくさんいると思いますので、ぜひこれからも来年もぜひ参加させていただきたいと思います。子供一緒だったので、この手作りトランペットっていうのを作って、初めて吹いた楽器でトランペットの演奏してくれたのがとても印象に残って嬉しかったです。みんなが楽しそうに演奏してて、楽器を始めたいなと思いました。すごかったです。みんなかっこよかったと思います。高校時代の友達が演奏会に参加して誘われてきました。で、久々に高校卒業して以来会えたので、今日はすごい楽しい一日になりました。ありがとうございました。楽しい演奏でした。市民みんなで集まって演奏できるなんてなかなかない機会なので、また続けてほしいと思います。楽しませていただきました。ありがとうございました。